アルゼニエフ宴会地方州立博物館。アルゼニエフ宴会地方州立博物館は、ロシア宴会地方の州都、ウラジオストクのスベトランスカヤ通りにある博物館。アルゼニエフ宴会地方州立博物館の一宴会地方の自然や歴史が展示されている、考古学、民族学を中心とする総合的な博物館である。沿海地方に生息するアムールトラの剥製、出土した、 古代の土器、沿海地方にかつて存在した、牧海国の遺跡の展示、ツングース系の先住民に関する展示、明治時代にウラジオストクに住んでいた日本人や日本に関する展示物などがある。1884年にアムール地域研究協会により、博物館の設立が決まり、1890年に現在とは違う場所で一般公開が開始された。 1925年2月17日にソ連人民委員会評議会の命令により、博物館はアムール地域研究協会から没収され、宴会地方、州立の博物館となった。1945年9月4日に、ロシア人の探検家、ウラジーミル・アルセーニエフの名前にちなんで、アルセーニエフの名が博物館に付与された。 現在の建物に転したのは1977年である。現在の本館は建築家、ウラジーミル・アントノビッチ・プランセンの設計により1903年から1906年にかけて建設され、当時極東ロシア最大の貿易会社チュリンカシャノフのパートナーの一つであるバシリー・ペトロビッチ、バビンツェフが所有する建物であったがロシア革命後は、 年会地方州の財政局、美容院、レストラン、太平洋水産海洋研究所、1918年から1924年には、横浜賞金銀行の裏地オ支店などが、建物内に入居していた。3カ所の文館がある。ありがとうございます。